このコーデは2014年のアルビレックス新潟について記述する。J1 連続在籍11年目を迎え、監督は前年から引き続きやぎし正まが務める。GK、東口純章が、G 大阪へ、MF、三角雄大が、横浜 FM へ移籍するなどはしたものの、 昨シーズン得点ランク2位の23ゴールを挙げ、ベストイレブンにも選ばれるなど、チームのエースへと成長した FW、川又健吾や、中盤で絶対的な存在感を見せ、攻守のようとなった MF レオシルバが残留するなど、例年に比べて、主力の放出の阻止に成功し、京都から人形森田達也、岩田から MF、小林祐樹を獲得するなど、 移籍した二人の穴を埋める補強にも成功した状態でシーズンを迎えた。3月1日、ユアテックスタジアム仙台で行われた仙台との開幕戦2-2-1で勝利すると、第2節のホーム開幕戦 G 大阪戦は0-2で落とすものの、第3節から10試合連続負けなしを記録し、一時は首位と勝ち点3差になるなどの好調ぶりで、7位で2014。 フィファワールドカップによる中断を迎えた。しかし、中断期間に DF キンチンシュがドイツブンデスリーガの TSG1899、ホッフェンハイム移籍すると、中断明けの3試合をいずれも0から1で落とす。18節の C 大阪戦で1の0で勝利し、連敗を3で止めるものの、8月12日、中断明け以降はベンチにも入れず、不遇な扱いが続いていた。 FW、川又健吾が名古屋へ移籍。21節では、最下位徳島に1-2で敗戦。22節の G 大阪戦は、大井健太郎、レオシルバの欠場が響き、0から5で大敗するなど不調が続き、25節終了時点で12位まで順位を落としてしまう。26節の名古屋戦では、7月に加入した FW、 イブスキヨウシの J リーグ初ゴールの1点を守りきり、1から0で勝利すると、27節の川崎戦では、8月に加入した FW ラファエルシルバの来日初ゴールを、含んだ、今シーズン初の3得点と連勝を記録する。32節の FC 東京戦に3から1で勝利し、J1 残留を決めるが、残り2試合を連敗して、12勝8分14敗。 勝ち点44の12位でシーズンを終えた。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。